俺にはエリコという婚約者がいる。彼女いない歴イコール年齢の俺にできた初めての彼女で、プロポーズも済ませ、3ヶ月後には結婚する予定だ。ひもてな息子の結婚に両親も大喜びだった。彼女が10歳以上年下のこともあり、彼女の両親に反対されるかもと心配していたが、心よく許してくれて、まさに順風満帆だった。ところが、え？前科がつきました。婚約を解消してください。突然、エリコから婚約の解消を告げられたのだ。前科って、どういうこと？実は、車で事故を起こしてしまって、自分がぶつかるだけならともかく、相手がいる事故なんです。前科持ちでは警察官のお父様に迷惑をかけてしまうので。そんな大事故だったのか。うん？どうも違和感がある。話を聞くに相手は重傷なんだろうが、エリコは怪我をしている様子がない。そこまでの事故で片方が無傷ってあるか？俺はなんとなく嫌な予感がした。嫁の一家、思い込み激しいところあるからな。詳しい状況を説明してくれる？はい。詳しく聞くと、確かに事故には間違いないが、渋滞している道路でお釜を掘っただけ。スピードはほとんど出ていなかったそうだ。それに、その相手がすぐそこの八百屋のおかみさんで。え？あの人、今日普通に店番してたけど？あ、はい。え？お怪我が軽く済んだのは幸いだったんですが。実は、彼女の実家。親戚一同も含め全員がゴールド免許。交通違反でさえ警察のお世話になったことがないため、警察に対して過剰反応してしまったらしい。事故イコール警察に世話になった。イコール前科がついた。イコール警官の身内になるのは無理。という答えに家族会議でたどり着き、婚約解消を申し出たのだとか。誰か気づけよ。婚約解消と聞いて駆けつけた父も、運転していれば多少の事故は珍しくありませんよ。もちろん逃げたりすればアウトですけど、エリコさんは事故処理もきちんとされてますし、問題ないですよ。それ式で婚約解消なんてとんでもない。そうなんですね。それに、問題ならむしろうちの息子の方が起こしてるよ。え？ 7 年前のことなんだが、慎吾が会社の飲み会に行ったまんま、いつまで経っても帰ってこないことがあってね。心配してたら近所の人から電話で、息子さんが酔っ払って公園の噴水に飛び込みそうです。この子、噴水を家の風呂だと思い込んじゃって、駆けつけた時にはパンツ一枚だったのよ。何言ってんだよ。しかも、あはははは、いい湯だな。ほら、遠慮せず一緒に入りましょう。ちょっと脱いじゃって、ほら脱いじゃって、ギャー。なあ、ひどいだろう。なんでそれここで言うんだよ。被害者いる分、お前の方がよっぽど立ち悪いから、知っておいてもらわないと、と、親父は笑った。あの話を聞いて以来、飲み会の帰りは、嫁がきっちり迎えに来るようになった。嬉しいやら、悲しいやら。